例えば関東でいうと横浜とかにしても、あのお台場にしても、やっぱり時間をかけて華やかな街づくりをしていった人が妻町づくりをしていったんで、私は日本がの景気がこれから、ま、もあの成長がずっと進むならば、あの筋のいい話ではあるとは思うけれども、そこに対する見極めというのは非常に重要だということです。そうですね。あとマンションなんですけど、不動産会社の方がこういうふうに使っているために投資。トレードセンター前は学校や病院、スーパーが少なく、なくして出来上がるまで時間がかかるとのことです。この界隈でスーパー一つで、先島全体で公立高校一つ。吉村さん、ここにマンション買ったら住みます。だけどまだね、マンション買ったとしても近くにスーパー、学校、病院がなかったらなかなか人が集まらないという現状があると思いますので、まあそのまあ、相乗効果でこの学校、スーパーも、一緒にかけて並行してという規制緩和だということを、都心からね、乗り換えなきゃいけないんですけど、30分からこんなのがあると思います。はいはい。ただまあ環境も大事ということで、そこも並行してちゃんと進むのか、まあ仕事系になってるよりは絶対マシだと思いますので、上げ足は取りたくありません。今回こそはうまくいってほしいなというふうに思います。さて、この後は、私が